お金の心配はかけないのでお願いしますでもね、小学校時代は本当私暗黒で松木里奈のデーレイカワイ映画始まりました。今回で2回目になります。このデーレイカワイ映画っていうのは岡山弁でとても可愛いねという意味なんだけども、今回も可愛いゲストの方にお越しいただき、いろいろもうね、私は可愛くなりたいがためにいっぱいいっぱい可愛いゲストの方にいろいろお話を聞こうかなと思っております。今回のゲストはこの方です。こんにちは。朝のチャイムが鳴りました。私、私立恵比寿中学の出席番号3番、前間理香です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。こちらこそありがとう呼んでくれて嬉しい。真山が来ました。真山理香ちゃんって言うんだけど、真山って呼んでてすいません、皆さんも真山って呼んでください。真山も好きでね。そう、真山も好きでね。今日ここはね、パンとエスプレッソと待ち合わせっていうお店ですね。宮下パークの中にあるお店になっております。表参道と自由が丘にお店があるんだけど、やばいね、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しそう。ちょっとね、私はオムレツ頼んで、私はフレンチトースト。すごいな、めっちゃ美味しそう。これなんかあったかいうちに食べた方がいいんかな。確かに。ちょっと食べていいですか？始まってすぐに食べると思わなかったんだけど、それはそう。なんかあったかいうちに食べたくない？確かに食べたい。うわ、プルップル。美味しそう。美味しそう。これだって私横に並んどるけど、真山が3歩ぐらい下がったのかっていう遠近法みたいなのあるけど、真山の顔がちっちゃい。お、どう？だって。美味しい。やばい。やばい。すごいね。出来たてだからさ、もう熱々なんだけど、噛んだ瞬間にとろーって。でもそ表面はカリッとしてるのね。これは食感美味しい。これもうテレビ慣れしとります。芸歴12年。勉強になります。食リポ超苦手なのです。私は本当食べるだけでごめんなさいね。松木何でもかんでもできるイメージがすごいあるんだけど、あんまりできない。オールラウンダーってイメージ。何もできん。いただきます。消えた。卵消えました。消えられました。やば。下の上乗ったら全部消えた卵。すんごいプルプルだもんね。めっちゃ美味しそう。美味しいです。ありがとうございます。で、何でしたっけ？そのアイドルの真山の部分もすごく大好きなんだけど、お友達、プライベートでね、仲良くて2人でご飯行ったりとかするぐらいちょっと仲いいから、仲の良さでつつなんかこうラフにそう真山の素が出ながらいろいろね話せたらなって思って。本当松木とお仕事で出会ったわけではなくて。ね、なんか SNS をフォローし合ったところから始まったらそう、今時の出会い方をしてるからすごい今日はこう見てくださってる方も新鮮だと思うし、私も楽しみです。そうね、なんでここが仲いいのって聞かれても SNS で可愛い子だなと思ってフォローしてっていう、そっからだよね。実は私も可愛い子だなと純愛団を見まして、いや嬉しい。アイドルが純愛団と言っていいのかわかんないんだけど見まして、すごい綺麗な人だと思って、そしたら愛のレンタルを聞いてくださって、嬉しいフォローしようフォローして、ストーリーでね載せてたよね、エビ中を載せてくれてて、そうでそっから来てくれてライブも行ってね、エビ中来てくれましてありがとうございます。びっくりした。プライベートと全然違くて、私いや私もう真山かっこよすぎてなんかやっぱライブに行って惚れる気持ちというか、嬉しい。私これ真山男やったらちょっと危なかったもん。なんか惚れてたマジ嬉しい。本当かっこよかった。なんかね、プライベートは本当ね、もう気さくでね、気使いないよ真山はな。いや全然いい。もう喋るうまいし楽しいんだけど、こちらこそよ。本当にねライブの時マークオーラがすごかったあれこの人と私普段ご飯しとってええんかなっていういうぐらいね、いいよね。やっぱ真山の魅力はその低音ボイスのボイスですね。なんかねセクシーなんよね、すごく歌っとる姿が。好きじゃわ私。もっとちょうだい。色気がある歌い方。嬉しい。めっちゃ嬉しい。本当に今日はちょっと女の子真山理香の本当プライベートで、なんだろうな、コスメとか美容とか何しとるんか気になるじゃん。みんな気になるかな。気になるよ。なんか本当気遣いってさっきも言ったんだけど、こんな子どうやったら生まれるんっていうような。だってもう小学校かアイドル受けたの。中学校からエビ中はやってるんだけど、事務所入ったの自体は小学6年生。うわー、私もアイドルになりたかったね、小学校の時。そうなの。やっぱモーニング娘。さんに憧れてみたいな。私はそのパターンなの。そう、大好きだった。モームス誰好きだった？かごちゃん。かごちゃんね、可愛いもんね。そう、好きだった。ミニモニとか好きだった。好きだった。私もミニモニは好きだったんだけど、でも石川理香さんがすごい好きで、だからちょっとお姉さん的存在が、ああいう綺麗なお姉さんになりたいと思って、で事務所入って、まさか事務所入った動機はアイドルやりたかったとかじゃなくて女優さんになりたかったんですけど、でもまさかももいろクローバー Z さんがいて、同じように活動するからみたいな感じで、レッスンの一環として始まったこのアイドル活動がこんなに長く続けられるとは思わなかった。すごいよな。嬉しい。でもなんかある意味ちょっと子どもの頃の夢が叶って嬉しいな。いやー、すごいわ。もうじゃあ家族に言ってたの？昔からもうアイドルになりたいとか女優さんになりたいっていう。なんか芸能人になりたいってずっと言ってた。じゃあ叶えとるな。確かにね、叶ってますね、本当皆さんのおかげで。すごいな。親はじゃあもうあれか、もう昔から応援してくれとって行こう行こうって感じだった？そういうわけでもなくて、事務所のオーディション受ける時もお金の心配すごくしてた。お金すごいかかるんじゃないの？ああ、逆にねって思ってたらしくて、お金の心配はかけないのでお願いしますって言って。かわいい。小さいながらに。小さいながらに。まあね、でもすごい助けてもらったりもしましたけど。じゃあ親ともすごい仲良くて。そうだね、両親とは仲いい。あ、そうなんだ。お兄ちゃんがおるんや。お兄ちゃんいます。なるほど。お兄ちゃんおる感じあるわ。めっちゃ妹なのよ、私。自分で言うのもなんなんですけど、だけどエビ中ではお姉さんでやってるから、一応最年長なんで、プライベートになった時になんかスイッチが切り替わって、よりなんかこのなんだろう、子供みが出ちゃうみたいな。そうね、いいギャップよね、本当。プライベートのその素の感じとさ、メンバーの時の顔っていうのがマジでいいギャップ。本当、嬉しいな、そう言ってもらえて。いや本当に。じゃあ小学校の時は、その芸能人になりたいっていう思いがあったから、割とクラスとかでは前に出る方みたいな感じだった。確かに児童会とかあったら参加するタイプではあったかもしれないかな、確か。あ、そうなんだ。でもね、小学校時代は本当私暗黒で。暗黒？暗黒。もう小1、小2、小3、小4、小5、小6、全部いじめられてた。ほんまに？全然想像つかんな。じゃあ割と学校では暗いというか。そうだから、小学生の時は、目立つ行動もしてたし、割と目立ってた方だとは思うのよ。委員会とかには出るタイプだったから。だけどそれを踏まえて中学ではおとなしくしようって思った。目立たない方がいいな。中学校じゃおとなしかった？おとなしかった。たまたま入った中学がヤンキーかオタクかしかいない中学だったのだから。うちもそうなんだけど。待って、世代かな。世代なのかな。この同い年やからね。同い年だから。振り切ってるよ。振り切ってた。もうすんごい振り切ってた。中学からはもうオタクの道へみたいな。そっか、そっから。じゃあ中学校からなんかアニメ。そう、アニメ好きになったのは中学校から。そうなんだ。小学生の時に助けてくれてた友達が結構オタク気質な子が多くて、アニメ好きでみたいな。その子たちと仲良くするうちにアニメ好きになった。あ、そうなんだね。感じですね。いや、前もだから普段ご飯行ってね、いろいろ話すけど、なんだろう、小学校の時からとか家庭がどうとか話したことなかった。確かに。そうなんよ。そういうところ話したことなかったね。冷静に普通に今日いろいろ知れるから嬉しいなと思って。なんか恥ずかしい。いや、いいよね。その真山のあっさりな感じがすごい好きと思って。最初のご飯の時。確かに。この子はこんなあっさりしてるんだっていうぐらい。すごいね。淡白だよね。淡白なんかな。わかんないけど。いいあっさり具合。なんか空見て、すんごい綺麗な空見て、あ、綺麗な空とか。ならないの。イルミネーションとか見ても、あ、綺麗イルミネーションってならなくて、あ、イルミネーションだな、あ、空だなって。まず私みんなに聞いていきたいんだけど、コスメポーチの中身はをちょっとマストで聞きたいなっていうので、ポーチの中身、私の普段使ってる。確かにポーチから気になる。いや、なんかすごい夢を壊しちゃいそうで申し訳ないんだけど、アイドル真山りかポーチこちらです。無印使いやすそうではあるよ私本当に物をなくすの。あ、そうなんだ。物をなくしちゃうことが多くて、だからこう透明、いつもはもっと透明の無印のやつだったんだけど、さすがにちょっとね、使用感やばくて、昨日新しい無印の今日からこれを使おうと。うわ、今日からおにゅうありがとう。で、半透明だとちょっと見えるじゃないですか、中身が。そうね、すぐ物なくすから、いつでもここに何があるっていうのを把握できるように透明がいい。なるほどね。っていうので無印を愛用してます。はあ、これ見えるのいいな。そう、見えるのいいの。結構コスメポーチってね、ほんと汚くなるんですよ。そう、マジでね。黒いと黒の使ってる人多いんだけど、結構逆に黒だとラメが目立ったりとか、そうそうそう、汚れが目立ったりとかするんだけど、そうそうそう、無印いいです。もう結構がっつり入ってるな。そう、いつもフルメイクはできるように持ってる。そっか。と現場とかで結構自分でメイクすること多いとか、急にこう SNS 用の写真撮りますみたいなことがあったりするから、そうなった時に大丈夫なように。なるほどな。しっかり持ってるね。じゃあフルフルででもそれでも結構コスメ私も大好きで、だからこれはお外用というかお直し用というか。中はじゃあちょっと、はい、だからこの中全部出したらさ、結構多いことになるから、ね、この中でも一番ちょっと私に勧めたいやつ、なんだろう、教えてほしいわ。アイシャドウも入ってる。アイシャドウも入ってる。前はいつも目のな、アイメイクが上手やなって見るんやけど、何使うんかなって気になっとった。アイシャドウは最近、を使ってます。ヒンス。あ、ヒンス。これめっちゃいい。なんか粉が綺麗。あ、そうなんだ。ヒンス気になっとったは思ってないけど、すごいね。粉がすごい使用感が。あ、本当韓国のコスメなんだ。そう、韓国のコスメで。うわー、可愛い色入ってる。すごいね。でもたくさん入ってて。パレット持ち歩いてるの強いな。そう、パレット1個あれば、眉毛にもかけるしさ。あ、そういうことね。何でも使えるから。結局パレット持ち歩いちゃう。ピースのピンク系なんだね。ピンク系。今日はまつげもピンクだな。まつげもピンク。マスカラピンクにしてるの。マスカラはヒロインメイクのなんかさ、限定のやつ。ヒロインメイクのなんか、色変えてないけど、ちょっとピンクっぽい赤みのある。本当赤茶みたいな。赤茶みたいな。もう使ってます。いいね。可愛いわ。そう、ヒロインメイクすごいメンバーもみんな使ってて。あ、そうなんだ。落ちない。落ちない。でも落ちないみたいな。いいね。それすごいよね。確かにアイドルさんのコスメなんかやっぱ落ちないがもうまず第一かもしれないですね。だからこうライブでも落ちないももちろんだけど、こうプライベートでもあんま落ちないものを意識して持ってるけど、昔は結構ステージのコスメでも黒とか。茶色みたいな、こう自然な色でちゃんとはっきり目がはっきり出るようなこうマスカラとかを選んでたんだけど、最近メイクさんもちょっと明るい色というか、こういう暖色ピンクとか使うようになって、あ、いいな。いいね。このインナーカラーってなんか合ってていいな。嬉しい。ピンクにしたんだ。ピンクにした。かわいいわ。いいね。他ある？おすすめ。他ね、最近使ってるのでおすすめが、これはライブでは使ったことないんだけど、個人的におすすめなのがアディクションのチーク。チークなのこれ？これチークなの。リップじゃないんだ。リップじゃないの。ティントチークなんですけど、ティントだから落ちんのだ。そうそうなの。落ちんベースや。落ちんベースちょっとつけて、こうなんか今ちょっと血みたいになってますけど、これをポンポンポンってするとすごいさ、伸びよくない？あ、本当。しかもめっちゃ自然なの。なんかポワッとしてなっとする。生っぽい感じだ。そう。これをベースに仕込んだりとかして、さらにこうハイライト足してみたいな。感じのメイクを普段は最近してて、マスクでもやっぱ外した時にちょっと血色ある方が可愛く見えるじゃないですか。確かに。私は本当に顔色が悪いってよく言われる。そうなの？なんかすぐにげっそりして見えちゃうらしくて、だからこうちょっと血色よくみたいな、元気に見えるようにこれは持ち歩くんです。初めて知った。ティント。これいい。チーク。いいな。私もちょっと顔。マスクしてた。オレンジ系もあった。オレンジ系もあった。いいね。じゃあオレンジ系か。ピンク選びました。いいな。どこで結構参考にしとる？コスメとか。コスメ私田中みな実さんめちゃめちゃ好きで。あ、そうなんだ。そう。美容雑誌とか全部見てるの。あざとくても見てる。あざとくても見てる。何が悪いの？そう。だから南コスメは買いがちっていうのもあるんだけど、そうじゃなくても普通にこうドラッグストアに行くのも好きで、ドラッグストア行って、あ、新しいの出てる、買ってみようみたいな、試してみようみたいな感じで。あ、そうだったよね。じゃあ結構コスメオタクだ。そう、結構コスメオタク。ファンの方からじゃもらうこともあったりするのか。あるね。あるある。それこそ筆をいただいて、筆を使ってるんです。センスいい。めっちゃセンス良くない？いろんなの混ざっちゃって。本当、あ、そういうのがあるんだね。そう、なんか、マヤマって。書いてるの？そう、彫っててくれて。本当だ。嬉しいよな、そういうのな。嬉しい。これは使ってますね。まあ、ファンの子思いは嬉しいです。どんなファンの子が多い？マヤマのファンは割と偏ってて。偏ってる？うん、すごいアニメが大好き。私アニメが好きだから、アニメが大好き、同じようにアニメが大好きっていう方と、あとはマヤマの女になりたい系女子みたいな、憧れてくれる子が多い。じゃあすごく嬉しい。この動画見たらな、みんないろいろ真似しちゃうんじゃない？真似してくれるかな。そうだからすぐに真似してくれるんですよ。インスタグラムとかに載せたものとか。だってインスタでそのマヤマとの写真載せた時も、なんかマヤマファンの人もあったかかった。その本当？アイドルちゃんとその遊ぶと結構なんかいろいろ言われるかなって思ってたけど、めっちゃなんか本当にエビ中のこと書いてくれてありがとうございますとか、本当そうよ。なんかすごいみんな優しいと思う。質がファミリーなんで。ありがとうコスメ。ありがとう。ちょっともうどんどんこう出させて申し訳ないんだけど、カバンもちょっと次々と食べていいよ。食べてもいいし。カバンですね。カバン何使うの？あ、可愛い。白いカバンだ。割とちっちゃめだね。ちっちゃめ。いやカバン私荷物多いから。実はサブバッグも持ってるんだけど。あ、そうなんだ。さっきのコスメポーチなんかサブバッグに入れてるんだけど。これはメンバーからもらった。誕生日に。韓国のブランド。韓国多めだね。そしたらね。確かにね。持ち物可愛い。韓国好き。いいんかな。なんか人のカバンの中ってさ、愛用してます。ちょっと見るのドキドキする。どうぞ。ちょっとじゃあ私見ちゃうよ。恥ずかしい。なんかね、漁るの良くない気がするけど。これ何？いきなりなんかリップのセット。はい。リップのセット。こんなリップいる？これでリップ2つと、3つか。で、1つはさ、もらったやつ使ってる。オイル？リップオイル。ほんまにコスメ好きやな。だからさ、色を変えたい時とかもある。これは本当なんて、いつでも持ち歩けるお直し用みたいな。これもこちらも無印でございます。もう無印の PR すごい。そう。いい匂いするなと思ってたけど。このマルジェのやつ買ってた。あ、そう、香水も入れてて、もう本当に何だろう、こうエビ中のライブが終わった後とか、ご挨拶とかあるじゃないですか。そういう時に物をこう探すのが面倒くさいじゃん。ポーチあさったりみたいな、面倒くさいから、これ1個取って入れとけばこれだってすぐ見つけられるから。透明好きなんだね。透明好きだから見つけられるから、このサイズのリップとか、ちょっとした櫛とか香水とかを入れる用の。いいね。ちょうどいいの。ちょうどいいの。あ、櫛も入ってる。櫛も入ってる。いやー、女の子やな本当に。照れる照れるマジで。あら、急に何？謎のポーチ出てきたわ。なんだろう、なんかドキドキする。開けていいもんかな。いいよ。アイコの鏡。あ、そう、鏡。アイコさんの鏡使ってます。そっか、好きだもんね。あ、好きだもんね。私も好きすぐ撮っちゃった。これ鏡あやこさんのやつなんだね。そうなの。可愛い可愛い。欲しい。私も可愛いです。何入ってる？あ、ガムとかエアポッツとか、はい、そういう小物類を入れてるんだね。入れてます。はい、こちらエビチリのグッズでございます。しっかりこちらマスクケースです。あ、マスクケースなんだ。普通にペンケースもいけそうな。そう、なんかマスクケースなんだけど、結構いろんなものが入る。そうだからマスクももちろん入れてるんだけど、私はもうこうアクセサリーとかなくしちゃうから、アクセサリーも一緒に入れてる。なんでもなくす。なんでもすぐものなくしちゃうから。確かちょうどいいね、このサイズが。で、以上かな。で、以上です。以上ですね。尊敬するわ、綺麗に片付いとって。何でも小分けにする代わりに、すぐなくすの。小分けにしてどっか行っちゃうみたいな。こんな透明にして分かりやすくしてる。で、ネイルは何色？ネイルは今たまたまなんだけどメンバーカラーになってる。たまたま？ほんまに毎回そうじゃなくて、毎回そういうわけじゃなくて、なんかライブの時はだいたい紫入れちゃう傾向にあるんだけど、今回はネイリストさんに適当におすすめというか、なんか梅雨っぽいイメージっていうのでやってもらったんだけど、そしたら紫だった。可愛いな。そう、スタイル維持というかさ、なんか普段気をつけてることある？スタイルで、ああ、そうだな。なんかめちゃめちゃ鏡を見るようにしてる。あ、鏡？常にもう毎日。え、全身？全身。おお、やっぱそうか。お風呂入る時もそうなんだけど、こう街中でちょっとさ、ガラスみたいに鏡、そう、ガラスが鏡になる瞬間がある。あるある。ああいう時も自分の体めっちゃ見てる。へえ。あ、太ったなとか、そういう時に太ったなとか、まあ自分基準になっちゃうんですけど、痩せたなとか、そういうので同じ体型をできるようには維持してる。そっか。衣装とかもだってそれで作られてるもんね。そうそうそう。きつくなっちゃって着れないとか、そっかあったら、結構大変だから伸ばしてもらうのも。そういう意味では意識はしてます。なんかジムとか行っとるわけでもない？ジムは行ってなくて、本当ゴロゴロしながらストレッチと筋トレみたいな。あ、してるんだ、お家で。なんか気づいた時にやる。偉いな。やっぱそういうの大事やな。なんか最近じゃあマツキにこれおすすめするわみたいなさ、美容法かさ、なんかそういうのある？そうだな。マツキ白湯飲んでる。なんでだ？白湯いいよ。やっぱ白湯なんだ。白湯いい。もうほんまにさ、スタイルいい人にさ聞くとさ、絶対白湯って言う。ほんまにいいんだな。めちゃめちゃいい。朝飲む？朝飲むの。まあ基本的にはこう今私はアイス飲んでるんですけど、常温のものを飲むようにしてて。あ、そうなんだ。冷えちゃうから。それ冷えちゃうから、体を冷やさないことが大切だし、あと水分をたくさん取ってあげることが大切なんで、基本的には常温の水か白湯かを飲むようにしてて、家でも。うわー、徹底してるわ。それは徹底してるか。じゃあ夏も常温？夏も常温。基本は偉い。そう、たまに本当ライブでもう暑いってなった時とかは飲むけど。そっかそっか。冬、今年の冬というか去年の冬からはロックじゃなくて熱燗始めて。えっ、お酒も熱燗飲むの？そう、お酒もあったかいのしようと思って。すげえ渋いね。この見た目で熱燗いってんだよ。始めた。なんかその方がなんか体に合うなと思って始めた。やっぱそうなんだ。常温とね、白湯ね。白湯です。今後どうなっていきたいみたいな目標とかある？まずはグループに新しく新メンバーが入ったんですよ。そうや、新メンバーオーディションしとったね。して今年の1月から始めて、でようやく5月5日に新メンバーが3人入って、今9人体制で。9人になったんか。やってて、最年少と私11歳差あるの。え、何歳？最年少。13歳。わあ、めちゃめちゃバブなの。可愛いの。姉貴出ちゃうね、それはね。そうなの、出ちゃいます。可愛いな。可愛いの。だからまずとりあえずはこう私立恵比寿中学の9人体制をちゃんと完成させることが目標なんだけど。個人的にはそうだな、個人活動としてはやっぱりこうアニメがすごく好きなのね、だからこうアニメをもっとなんか自分きっかけでこうアニメ見ましたとか、なってもらえるようなこう存在になりたいというか。そういう意味でこうタレントさんとして大きくなっていきたいなって、アニメ番組をやりたい。今チャンネルニコニコチャンネルっていうニコニコ生放送の方で持ってるチャンネルがあるんですけど、そうじゃなくてこう地上波とかでアニメの番組の MC を任せられるような存在になりたいなって。いいな、アニメの番組って本当好きなことやからめちゃめちゃ語れるんじゃん。そうなのよね。じゃあちょっとお仕事でね、ちょっとな私とまやも一緒に来たら。頑張るわ、私やりたい。頑張ろう。地上波出たいね。プライベートでね、もうほんまにさ、だからやっぱこう同じ芸能活動頑張るみたいなのでさ、仲良くなること本当貴重だから。確かに本当そうよ。仲良くしてほしい。こちらこそ。はい、今日はねちょっとラフにこんな感じで話してきたけど、ありがとう、ほんまにありがとうございました。いろいろ探っちゃってごめんね。嬉しいし、知ってもらえて嬉しい。今度プライベートで聞かせて、マツキの話。私のことはもう全然何でも。いやでもほんまに真山のファンの方めちゃめちゃねこれ見てくださるかもしれないけどね、もうなんか今日大丈夫だかな、ほんまに大丈夫だよ真山の。大丈夫だったでしょ。この友達のこの素のほんまにいい子で可愛いのなんか伝わってたらめっちゃいいなと思って今回。そうそう、嬉しい。でもこんな機会ない。なかなかこうねパーソナリティの部分って結構分かる。多分伝わってないのかなって思ってたりするから、すごくいい機会をいただきました。ありがとうございます。ありがとう。で真山のなんか最後に伝えたいことで告知とかあったら。告知いいんですか。なんかぜひお願いします。私の所属している私立恵比寿中学というアイドルユニットなんですけども、8月21日に横浜赤レンガ倉庫赤レンガパーク特設会場にてファミエン2021を行います。おー、赤レンガのとこでやるんだ。そうなんですよ。こちらのねイベントではなんとその新メンバーが初めてステージに立って歌って踊りますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと思います。うわー、見に行きたいなそれ。見に来てほしい。見に来てほしい。野外なんだけど、しエビ中ちょっと雨女多いんだけど、よかったら来て。雨女、雨ばっか降る。一昨年ぐらいにやった同じ場所でやったんだけど、その時も雨降ってて大変だね。大変ね。今日もちょっと雨降ってるしちょっと申し訳ないんですけど、それはぜひぜひ皆さん。だって今じゃあ新メンバーの子大変だ。そう、一生懸命今覚えてるの。すごいね。キュンってする。キュンキュンやね。キュンキュンなのよ。そっか。じゃあちょっと9人体制のエビ中楽しみにしてください。はい、そして最後にこの後ね真山とツーショットでチェキ取ろうかなと思って、記念に。嬉しい。で私も欲しい。ほんまにお願いないけどみんなが喜ぶから、よかったらそのチェキにサイン書いてもらって。もちろんです。いいですか。はい、もちろんです。でちょっと私のツイッターの方で投稿するので、ツイートぜひそちらの方からチェックお願いしてもらって、抽選で当たる感じにしようかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。真山の詳細 SNS、YouTube とか、私立恵比寿中学のホームページをご覧ください。概要欄に出しますっておくので、ありがとうございます。お願いします。ということで今日は真山りかちゃんでした。ありがとうございました。ありがとう真山。ありがとう。好き。